今回は、カス。あ、間違えた、間違えた。センスの紹介ですね。能力は、この、ガムテープみたいなやつね。この、プロジェクターシステムと言いまして、直線的にね、スモークを貼ることができます。先に言っておきます。このキャラクター、この能力、めちゃくちゃ弱いです。すんなり次のね、試合に行ってると思うんだけど、間に1時間ぐらい空きありますからね。有利キャラいないくせに対策キャラがめちゃくちゃ多いんですよね。強いよと思う方は、ぜひね、コメントしていってください。僕を納得させてください。お願いします。はい、どうも、アイナです。さあ、今回もキャラ講座やっていきます。第27回ですね。今回は、センスを紹介していきたいと思います。キャラ講座は登場キャラ紹介、座学編、実践編という形で分けております。キャラの能力を理解してるよって方は、実践編の方だけでも見てくれると嬉しいんですが、座学編、キャラ紹介両方ね、共にもりもりに編集しておりますので、まあ少しでもいいのでね、その2つも見ていってくれると嬉しいです。あと、自分の知識は全てだとは思ってないので、まあこんな使い方したら強いよってのがありましたら、コメント欄で共有してもらえると、他の指示やってる人にもね、その知識が伝わると思うので、まあよければコメントの方もよろしくお願いします。で、あともう一つ今回ですね、ちょっと前にもちょっとあったんですけど、録画ミス的なもので、ゲーム音声が多少ビリビリになっているところがあります。申し訳ないんですけど、ご了承をお願いします。はい、では登場キャラ紹介に行きましょう。よし、では今回の登場キャラを紹介していく。もし気になるキャラがいたら、概要欄に紹介済みのオペレーターは URL を貼っておく。気になったら見に行ってくれ。最初に、グラズだ。こいつはフリップサイトと呼ばれるものを所持し、専用の DMR を使い、スモーク内でも敵を視認できる能力だ。DMR はかなり高威力で、長距離の敵をキルするのに向いているため、長距離でグラズを視認しても安心はできない。グラズは数発で終わるような試合を心がけ、防衛側は発砲音に注意し、身を潜めることを第一に考えよう。次に、ワマイだ。こいつはマグネットを駆使して、敵の投擲物を吸収することができる。完全な無効化はできないが、時間経過で最大数が増えていくため、数多くの投擲物の脅威を減らすことができる。マグネットを駆使して、ボム内をより強固なものにしろ。次に、イエーガーだ。こいつはアクティブディフェンスシステム。通常、ADS というガジェットを設置し、投擲物を消滅させる。スタングレネードなどの一般的な飛び道具はもちろん、他のオペレーターの特殊な飛び道具も無効化できる。ADS を駆使し、ボム内及び他のエリアを強固なものにしろ。次に、マエストロだ。こいつは EB ライと呼ばれる攻撃可能な防弾カメラを設置し、遠隔操作で相手のドローンや設置型ガジェットを壊すことができる能力だ。だが、ガラス部分を殴ったり、攻撃時に EB ライを攻撃すれば破壊することができる。操作中はマエストロ自身が無防備になる弱点はあるが、非常に強力な能力のため、速やかな破壊を心がけろ。次に、パルスだ。こいつは心拍センサーと呼ばれるものを駆使して、敵の心音を感知、攻撃する。攻撃に特化したオペレーターだ。心拍センサーは敵の種類はわからないが、周囲の敵の人数と位置を正確に割り出すことができる。パルスは心拍センサーを駆使し、付近の敵を殲滅せよ。次に、ミュートだ。こいつはジャマーというものを設置し、敵の電子ガジェットを無効化できる能力だ。ジャマーは敵の特殊な電子ガジェットはもちろん、通常のドローンも無効化できるため、かなり汎用性が高い。ジャマーをうまく活用し、相手の電子ガジェットおよびドローンを無効化するんだ。次に、ウォーデンだ。こいつはグランスというサングラスを駆使し、敵のスタングレネードやスモークグレネードを無効化することができる。活躍する場面は少ないが、敵のラッシュを正面でしのぐことができる唯一のオペレーターだ。相手の猛攻を防ぎ、ボム内の侵入を許すな。次に、カピタオだ。こいつはタクティカルクロスボウを使って炎を放つガスボルトとスモークを出すスモークエアを使って敵陣地に侵入したり、ディフューザー設置後にガスボルトを撃ち、その付近に近づかせない状況を作り出すことができる。俺の戦友にセガーという似た容姿を持つ者がいてな、名前が覚えづらいと思うやつはセガーと覚えてくれ。次に、実践編に出てくるキャラを紹介する。はじめに、フェンリルだ。こいつはドレッドマインと呼ばれるものを駆使し、
範囲内に入った敵を暗視状態にすることができる罠オペレーターだ。マインは遠隔で起動することができ、殺傷能力こそないが、暗視状態は周辺の視界が見えなくなり、撃ち合いが極めて困難な状況になる。ベニルはマインをうまく活用し、一方的な撃ち合いを心がけろ。次に、テルミットだ。こいつは補強壁を壊すことのできるヒートチャージを補強壁に設置、補強壁を破壊する。割り職と呼ばれる役職だ。テルミットは他の割り職と比べ、リスクがあるものの、短時間で大きな穴を開けるのに優れている。テルミットは補強壁に大きな穴を作り、侵入を安易なものにしろ。最後に、インだ。こいつはカンデラと呼ばれる炸裂するフラッシュを投げ、敵のボムエリアを制圧する。かなり強力な能力だが、味方にも被害が及ぶため、あまり自己中心的な行動は控えろ。カンデラを投げられた場合、スタングレネードと違い対応が難しいため、専用のオペレーターでの対応を推奨する。以上で今回のキャラ紹介を終わりにする。しっかり相手の特徴を覚え、実際の戦闘訓練及びこの後の動画に備えるんだ。はい、では座学編始めていきます。今回は、カス、あ、間違えた、センスの紹介ですね。能力を説明します。能力は、このガムテープみたいなやつね。このプロジェクターシステムと言いまして、こうやってやるとこんな感じで直線的にね、スモークを貼ることができます。はい、こんな感じで。で、このプロジェクターはですね、結構小さいので、こういうバリケードの下、このちっちゃい隙間とかでもこうやって、転がしてね、転がすことができます。で、あと、まあ、バリケードの下と、あとドロンコもね、下をね、通過できるんですけど、壁に当たったりね、小物に当たったりしたら、一応ね、反射します。反射して別の方向に行くって感じです。なんで、まあ、使い方としてはこうやって、よいしょ、こんな感じで区切って、ここで設置するみたいな感じ。エリアを区切ってで侵入して、ボムを設置したりします。まあエリアをね、区切ったり侵入時にね、結構活躍するので、結構強そうじゃんって思うかもしんないんですけど、先に言っておきます。このキャラクター、この能力、めちゃくちゃ弱いです。多分ね、シリーズで一番弱いですね。まあ弱いところを挙げると、まあ計り知れない数がね、あるので、まあ詳しくね、弱い理由に関しましてはね、武器解説の前にいっぱい喋りたいと思います。とりあえず使い方だけ、紹介します。はい。で、プロジェクターの仕組みとしましては、転がした軌跡になんか下から光、緑色の光を出して、スモークを張るっていった仕組みなので、そのプロジェクターにイングレを投げたり、プロジェクター本体を打ったり、まあ、あとビリビリしてる、まあ、油脂鉄線とかに触れると、すぐね、壊れちゃいます。まあ直線的にね、スモークでエリアを区切れるのはね、まあ唯一無二なんですけど、まあセンス自体もね、スモークを透過できるわけではないので、まあ攻め側でね、恩恵を受けるのは、マイストロだけですね。使い方、あともう一つは、味方のグラズと組み合わせて、一緒に動いてね、スモークを出してサポートするのもいいですね。いかんせん攻撃には向いてないですね。サポート寄りのキャラです。で、次に立ち回りですね。立ち回りは、まあ、おすすめは、外食で外壁を割って、で、ボムエリア内、プロジェクターを投げ込んで、ボム内を、分断して、ボム設置するのがおすすめですね。あと、まあ、さっきも言ったけど、まあ、グラズと協力して動くのも全然ありです。あと、足さんなんでね、このキャラ。一応足さんなんで、まあ、一人行動もできるんですけど、まあ、アビリティと武器がね、敵をキルするのにあまり特化してないので、まあ、一人で動く分にはね、そこをちょっとね、注意しといてください。で、流れで、もう一個、注意点も、行きましょう。まあ、一人行動の時は注意っていうのと、あとね、スモークなんで、まあ、やりすぎるとね、味方のね、死に戦も悪くなるので、まあ、やりすぎには注意しましょう。で、まあ、有利と対策に行きましょう。まあ、有利キャラは、まあ、ぶっちゃけいないっすね。
まあ射線切るだけの能力なんで、まあ、有利キャラはいないかな、ほとんど。まあミラー壁の破壊手段がない時にプロジェクターで一時的にね、視認性をなくすことはまあできるかなと思います。まあ言うてもそんぐらいですかね。で対策ですね。対策は、まあ、一応ね、転がったところに奇跡を張るんですけど、一応投擲物なので、まあ、投擲して、地面についたところから、プロジェクターが開始されるので、一応投擲物判定なので、ワマイ・イエーガーには無効化されます。他にも、マシソロのイビルカメラは、まあ、スモーク越しでも確認、まあ、視認できて、パルスの心拍センサーもね、貫通して視認できます。であと、まあ、電子機器なのでミュートの邪魔も、プロジェクター展開できないと。であと一番の天敵はやっぱりウォーデンですね。まあスモークなので、まあ、ウォーデンのねサングラス起動しちゃうと、こちらだけね視認性が悪くなっちゃいます。まあなので、まあ有利キャラいないくせに対策キャラがめちゃくちゃ多いんですよねでかといって別にアビリティもそこまで強くないと、使う理由が正直ないって言った感じです。まあこっからは、まあ弱い理由をちょっと列挙していきましょう。はい、センスの弱い理由その1。まあスモークは敵の射線を切れて強そうに見えるけど自分も見えるわけじゃない。まあ途中で一回話したかもしれないんですけど、別にセンスがね強くなるといったわけではございません、このプロジェクターを投げることではい、別に恩恵を受けられるのはグラズだけなので、別に、メリットがまず少ないと。で二つ目、プロジェクターが無駄に長くて自分のところまで反射してくるせいでこっちの視界も悪くなるということで、まあ区切ったところでまあ反射をねうまく使いこなせないと、なんかプロジェクターが帰ってきて、まあ、こちらの視認性が悪くなるといった点ですね無駄にない15メートルぐらいあるんじゃないかな、確か直線にしたら。無駄に長いんですよね。で使い勝手が悪いと。弱い理由3、はい、武器が弱い単純です。このアサルトライフルめちゃくちゃ弱いです。はい、まあ主なここは、武器解説でお話しします。で4個目、まあ味方の状況が有利になることが少なく、逆に敵側が有利になることが多いということで、まあ恩恵を受けられるのはグラズだけと言ったんですけど、敵側ね、恩恵受けられることめっちゃありますね。対策でも言ったんですが、マエストロは別にあのスモークなので関係ないというか、こっちのシーンが悪くなってマエストロに一方的に撃たれるということで、でウォーデンも、一方的に撃たれるで、あと、まあ、設置してる時にね、あの、ニトロセルを食らったらおしまいなので。で、逃げようとしても視認性が悪くてね、どっから来たか見失うこともたまにね、あるので。敵側がね、有利になることが多いんですよね。なぜでしょう。で、5個目。まあ、こんぐらいにしよっか。5個目。この見た目で女ということで。ま、顔はね、別にどうこう言わないんですけど、髪型お前、努力でどうにかなるやろうということで。髪型はお前の努力次第やろ。まあ、弱い理由になるのかは最後は分かんないんですけど。まあこんなね、デメリットがたくさんありますセンス。なので、まあ結論を言いますと、初心者の方、もっと強くて面白いキャラいっぱいいるので、使わなくていいです。はい、中級者、CG のキャラ、ゲームシステムを理解した方だと思うので、当然こいつが弱いことが分かります。はい、使わなくていいです。上級者、まあ、戦略としては意外と使えるかもしれません。まあ、ただ、まあ、エイムがいい方々なので、まあ、強い武器を持った方が間違いなく、勝率は高いと思います。はい、使わなくていいです。はい、実況者の方、弱すぎるのでいい動画のネタになります。いっぱい使いましょう。ということで、はい。実況者の方、ぜひセンスをお使いください。言葉を良くするなら非常に面白いキャラクターとなっております。実際ね、自分も意外と使うの好きなんですよね。弱すぎて、なんかありません？めちゃくちゃ弱いネタキャラを使って完封する試合。めっちゃ楽しくないですか？それと一緒ですね。なので、まあ、実況者の方、どんどん使っていきましょう。まあ、いかんせん弱すぎるのでね、このキャラ。まあ、逆張りの方でね、センスは強いよ、みたいなことを言って、まあ、コメントしてくださった方がいるんですけど、自分はよくわかりませんでした。いや、絶対逆張りだと思うんだよね。
マジで強い理由がわからない。こいつ使うんだったら俺はカピタを使うし、コメントあった方にもグラズがどうちゃらこうちゃらって書いてあって、いやセンスの能力じゃなくてグラズがのメリットを受けてるだけやないかいって思ってセンスじゃないやんけみたいな。連携してどうちゃらこうちゃらって書いてあって、いや連携する、まず連携が前提条件として弱いねみたいなそういった感じだったので、強いよと思う方はぜひねコメントしていってください。僕を納得させてくださいお願いします。はい、まあそんなとこですかね。はい、ちょっとねちょっと口が悪くなってしまいましたがはい、じゃあ武器解説の方に行きましょう。はい、では武器解説やっていきます。最初は AR のなんだっけな、 PDF9 ですかね、紹介します。ゴミ低威力かつ低連射、おまけに反動もでかい、その代わりに、相談数が多い、ぶっちゃけこれを持つんだったらカピタオのようにちゃんとした LMG を持った方が圧倒的に強いということで、マジで弱いんですよねこれちょっと反動見てみましょうか。はい、こんな感じでなんかカーブしてるけどカーブするのこの武器。ちょっと下だけリコイルやってみるか。横ブレ大きいな横ブレ大きいな。似た武器に、似た名前の武器にね、なんだっけな、ジャッカルの P、なんだっけ、PDW9。こっちは PDF9 なんだけど。ジャッカルの、このサブマシンガンの方が、ダメージ34でしょ？ダメージ34で、こっちが35。1ダメしか変わらないのに、ジャッカルのがレート全然早いんだよね。で、相談数も一緒。なんで、ジャッカルの武器のがサブマシンガンの癖して全然強いんですよね。マジで弱い。ジャッカルの武器低反動だしね。本当に弱いです、この武器。マジで弱い。多分ね、エアルの中だったら一番弱いって言ってもいいんじゃないかな。そんぐらい弱いっすね。一応情報修正で、反動はね、ある程度軽減されたんですけど、それでもレートとダメージが見合ってないので、マジで使わなくていいっすね。正直。じゃあ次に、シーナ行きましょうか。シーナ、攻撃力の DMR、反動も簡単で、相談数も十分戦える。DMR の土台の武器とも言える。ということで、まあ、シーナは、まあ、普通に、まあ、強いっちゃ強いんですけど、DMR なので、使い勝手はいまいちなんですよね。一応反動見てみると、こんな感じで、まあ、縦目ですよね、DMR なんで。なんですけど、足さんの DMR は、ちょっと微妙と言いますか。DMR 自体、後方で使うのに特化している癖して、HP がないので、HP がなくて、侵入して、どんどん侵入していくキャラなので、DMR の相性はめちゃくちゃ悪いんですよね。それも相まって両武器弱いんですよ。うん、まあ、DMR 癖あるっていうのもあれですし。なので、シーナは、まあ、武器自体は強いけど相性は悪いっていった感じです。まあ、正直ね、どっち持つか悩むんだけど、まあ、僕はね、いつもシーナを持っていました。まあ、今回は、全然活躍できなかったんで、途中からエアルに変えてやってました。まあ、そこは好みですね。好みになってくるかなと思います。まあ、正直、強くないです、両方。能力良くて武器も弱いと。まあ、シーナを使いこなせるなら、シーナでいいと思います。まあ、そんな感じですかね。まあ、ぶっちゃけ言うと、センスね、大きな情報修正がない限り使わなくていいです。マジで弱いです、このキャラ。なのに、使い勝手も悪い。まあ、多くの人からね、批判コメをもらうかもしんないんですけど。まあ、そう、断言できるぐらい弱いですね。マジで弱いです。なんでフェンリル下方修正来なくて、逆にセンスは情報修正来ないんだっていうぐらいに、マジで謎に包まれてます。運営はフェンリルのことが大好きで、センスのことは大嫌いみたいです。まあ、そんな感じですかね。じゃあ、実践編の方へ行きましょう。どうだったでしょう。テーマパークですね。そうだな。まあ、上侵入するか。あ、意味ねえわ。ちょっと待って。破壊してない状態で、ドローン見ても意味ないですね。まあ、センス使っていくんですけど。マエストロいるんだよな。きついんだよな、マエストロ。
一応スモークなので、これがね、あーいるし、マイスで、ね、トップね、ポケが危ねえな、マジで口悪くなっちゃった味方と一緒に行きますか。ちょっとやっぱりなぜか知んないけど、ディフューザー優先度高いから高確率で持ってることが多いんですよね。まあ、適当にこの位置にね落としたら意味ないので、投げて、バイバーイ投げまーす。多分味方迷惑かけたね今ごめん、でもこうするしかないんだ。行きましょうか。ドローンは、あ、そっちね。多分大丈夫でしょう、3人いるし。よし、やっていきましょう。大統領ということで、まあ使っていきます。なんかやってるなぁ、なんか死んだヘンリーであるなぁ、あるね、マイン、これとマインありますね。上から行くか、反対側の、あ、上行ってるなぁ、テント上行ってるから絶対行けるか、こっちからだ。転がれフラッシュ、こっち側いなければこっち側にすぐ入っちゃっていいと思うんだけど、いなそうじゃね、行くか、食らいながらでも行きます。見えねえ見えねえ見えねえ、巻いて仕掛けましょう。よし、じゃあな、いって、見えねえよ、イン、よし、やっていきましょう。今度も、戦闘ということで、いやー、やっと進んだよ動画がいやー、多分動画見てる人はね、あの、すんなり次のね、試合に行ってると思うんだけど、間に1時間ぐらい空きありますからね。まずいいとこ見せらんない。さあさあ、真ん中ぐらいまで行けるな。行きましょうか。攻撃が怖いけど、まあ多分、そんな警戒しなくていいでしょう。敵も前にいっぱいいたし。一旦ここら辺で見とくか。よいしょ。ダメ今。さあ、この武器の強いところを見せられるかな。さあ、撃ちながら行きますか。おお、強っ、腰打ちヘッショ強すぎたね。多分こいつだよね。ディフューザー確保。危ねえ。ディフューザーを落とす。オッケー。マガジンを交換。強すぎかこの武器。いるね。プレイしちゃいます。
転がれ。どこ転がんね。転がれ。転がれ。うっせい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 。味方は残り1人だ。ディフューザーを取り戻した。大丈夫。あと15秒。え？あ、そっちか。おっしゃっていきます、ヘルホードということで。ああそうだ、ちょっとね今回話したいことがありまして、というのもね、まあ、どの動画にもあると思うんですけど、シージをほっぽいてね、喋る時間があると思います。今みたいな時間ねそれがあるんですけど、まあ裏話をするとですね、まあ動画が単調にならないように質問でもね、個人的ニュースみたいなね、なんか一つ話題は持ってきてるんですけど、まあ質問でもね、個人的ニュースでもそうなんだけど、自分のことしか喋ってねえなと思いまして、逆にね、今回はみんなのことをね、聞いてみたいかなと思いますさあシステム投げて、まあコメント欄にね、自分のことを書き込んでほしいだけなんだけどさあ投げて、あ、はい、まあコメント欄にね、自分のことをね書き込んでくれるだけでまあいいんですけど、まあ、普通に気になるんですよね普通に気になります。はい、まあ CG 自体ね、まあ今時のゲームじゃないので、まあ、シンプルにね、皆さんの年齢とかも、気になりますし、まあ普通に普段ね、まあ平日休日、何してんのかなっていう、まあ普通にね疑問に思ったりしてます。うん、まあ別にね、そこまで強制じゃないので、ガチにね、考え込まなくて大丈夫です。まあ気軽に、いつもね、まるしてますよ、ぐらいの、感じで大丈夫です。いやー、コメント欄楽しみだなぁ。いくつコメント来るかなぁ。圧がすごい。もうなんかめっちゃいますね。ハードブリーチ。あぶねー。 ROU を使う。まあ仕掛けて、リトロセル飛んでこないで、やめて。あ、なんかバルカン仕掛けてる。爆弾解除を開始した。ディフューザーを守れ。いった、弱すぎ解除してるぞ。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 あー、負けちゃった。はい、いかがでしたでしょうか。上さんね、早く情報修正をお願いします。いや、マジで時間かかった。本当にね、こいつでかい情報修正が来ない限りね、マジ使わなくていいと思います。はい。マジで名声の無駄です。大丈夫かな今回めっちゃ批判的なコメントしてるけど、センス信者に殺されないか俺、大丈夫か。まあまあ言葉をね、よくすれば、まあ、非常に面白いキャラなのでね、普通の指示に飽きている人はね、いい刺激になるんじゃねえかなと思っています。はい、あとね、動画内でも言ったんですけど、皆さんのことね、ちょっとでも知りたいなと思っているので、コメントの方ね、お待ちしております。まあできる範囲のことをね、まあ書いてくれるだけでいいのでね、お暇であれば書き込んでくださいって言った感じです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。今後もどんどんキャラ講座上げていきますので、よければチャンネル登録高評価押していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。バイバーイ。